初めてですか？クロウ先輩が死ぬところを見るのは。当たり前じゃない。ならなぜ別れたんです？手の切り傷があっという間に消えるのを見た。ちぎれた指がくっつくのを見た。なのにクロウ君、いつもと変わらない顔で平然としてるのよ。そりゃ不死身ですから、それくらい丈夫な恋人、傷病保険の心配をしなくていい素敵な旦那様と受け入れられないものか。ま、この様子では無理だったらしい。そんな人と家族になれるのかって考えたら急に怖くなるのはおかしい。結婚を考え直すのはダメなわけ。クロー君の親類縁者何十人ものほとんどが変死や病死しているの。まともに生きてるのはクロー君くらいなのよ。